では行こうと思います。でかいかな音。こんなもんよ。こんくらいかな。うるさくない？平気？言ってね。街の人混み方がぶつかって一人ぼっち、果てない草原風がビュビュンと一人ぼっち、どっちだろう泣きたくなる場所は、二つ丸をつけてちょっぴり大人さ、めちゃめちゃ苦しい壁だって不意になぜかぶち壊す勇気とパワー、湧いてくるのはめちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするんだろうね。ありがとうございます。え、平成だよ君たち、昭和じゃないよ、やめて。うん、今までなんかよろしくと元気に叫んだかの、今まで何回さよならと泣いて別れただろう、どっちだろう比べて多い数は中にイコール書いてちょっぴり大人さ、めちゃめちゃ悲しい時だって不意になぜか乗り越える勇気とパワー、湧いてくるのはめちゃめちゃ優しい人たちが不意に見せた厳しさのせいだったりするんだろうね。ありがとうございます。何キッズが知らない、キッズ知らんのか、微笑みの爆弾知らないとレーガン撃てる男の子になれないぞ。微笑みの爆弾覚えようみんな。うん、ヒエはそんなこと言わないマリンはそんなこと言わない。お前ら何してんだよ、船長の、船長が喋ったことがマリンがそんなこと言う全てだよ。うん、ここからちょっと怪しい。めちゃめちゃ苦しい壁だって不意になぜかぶち壊す勇気とパワー、湧いてくるのはめちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったり、え、待て、するんだろうね。めちゃめちゃ楽しい時だって忘れないよ、いつまでも勇気とパワーなくさないよ、なくさないよ。めちゃめちゃ一人ぼっちの人にあげる唇の裏側に隠してある、微笑みの爆弾。ちょっと